回はね、まあ前須磨の海に行ったんですけど、今回は水着やるのツアー白浜海水浴場にやってまいりました。というわけで今回もね、この正隆マッチョダンベルを使っていろいろできるのかということを検証していきたいと思います。それではこう、どうやって走んでみますか。はい、マッチョで。はい、マッチョ。バレーしましょうか、あれ。いいです。いいですか。マッチョめ。イエーイ。よいしょ。それでは、行ってみたいと思います。ここからは、私がおすすめする白浜お気に入りバッグのコーナーです。バレーボールしたらすごい楽しいと思う。わけわからん方法いけ。これで紹介していきます。大丈夫です。大丈夫ですか。はい。今日ビームレールっていう感じでするんで。おすすめするのは板所山。男おるんか。男いました。体を焼いて帰りたいと思うんですけども、そこでこの真っ逆マッチョダンベル。マッチョ、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 筋肉好きですか、筋肉。筋肉好き。イエーイ、筋肉。あれ、おもろい。今日は白浜に来て最後、まあいろいろ遊んだんですけど、締めとして、このクーラーボックスに溜まったこの氷で冷えた水。冷え上がるわ。これを頭からぶっかぶって、まあ、言うたらあのアイスバケツチャレンジで昔流行ったじゃないですか。あれをやってみたいと思います。それではやってみたいと思います。かっけるかっけるありがとうございました。